はい、お疲れ様です。こんばんは、こんにちは、おはようございます。抜けチャンネルです。今日はあるお客さんから動画を見てくださってて、タレをいただいたわけなんですよ。タレご飯でダイエットやってるんやねみたいな話になって、野菜食べへんのって言われて、タレあげるわって言われてもらったのが、カルディの旨タレ、サラダのって書いてて、野菜が嫌いで食べてないわけじゃなくて、野菜は食べるんよ。食べるけど、食べられへんから食べてないだけやけど、多分そのお客さん、サラダ食わへんのは野菜嫌いやから食わへんと思われたんか知らんけど、サラダの旨だれ、これかけたら野菜めっちゃ食べれるからって言われていただきました。ありがとうございます。と、今日は贅沢にタレもいっぱいあるんで、焼肉のタレと贅沢にお客様からいただいた野菜の、サラダの旨だれ、これを使って今日は晩ご飯としていきます。ここにご飯と、今日は豆腐をちょっと焼いたやつがあるんやけど、普通やったら多分この旨だれをこの豆腐の方にかけて食べると思うんやけど、今日だけはごめんなさい、白米をサラダと呼ばせていただきます。この豆腐はこの焼肉のタレでどうしても食べたいんで、今日だけ米をサラダと俺は言うな。今日だけは許してな。うわ、めっちゃええ匂いするわ。結構ごまが入ってて、ええ匂いするわ。これをご飯にちょっとかけていただきます。サラダの旨だれをご飯に、おりゃー、うわ、たっぷりかけたろ。よいしょ、贅沢やわ。2種類もタレ使えるなんか贅沢しかないやん。と、はい、ちょっと油を使って焼き目つけて、ほら、あーやらしい。油を使ってこれ危ないわ、危ない味がするで。ならいただきます。カルディのサラダの旨だれ、結構ごま油の匂いする。あ、うまっ。これ、あ、これ、ご飯にもめちゃくちゃ合うやん。その後に来たお客さんも、僕のインスタ見てくれて、あ、このタレめちゃくちゃ美味しいよねって言って、言われただけある。うまい。豆腐にタレかけてるやん。うん、豆腐もうまい。焼き肉みたいな、焼いてるしな、油使ったし、バカうま。なんやこれ、ほらごま油がめっちゃ効いてるわ。あとニンニク、なあ、サラダと合うやろ。おいしい。米とも合うやろ。もう今度サラダして、これうまいぞ、このタレ。これ、このタレおいしい。うまっ、うまっ。サラダ食べたらもっとうまいんかな。おいしいじゃん。うん、豆腐にスチームを振ったろ。ご飯にも、これも七味かけてみますよ。
まあ、うまい。これはうまい。サラダがおかずになるわ、これ。一味かけてもうまいな。うん、おいしいだろ。ここ置いといたら、ね、うめ。サラダのってかかんでもいいぐらいちゃうん、これって。サラダのって書いてるから、みんなサラダにしかかけてない、かけたことないんだから。ご飯にかけてもめっちゃうまいね。これはおかわりもんやな。食べてもだ。おかわりや。卵入りでやったろ。よいしょ。しまった。割った瞬間動画撮れてなかったわ。これはめっちゃる。2回目。これはめっちゃるやで。じゃあ。やばいで、これ。もう最初から引いてみれたろ。これでマジで5合ぐらい食えそうやね。うん、跳ねた。爆破に来たわ。本当ありがとうございます。あ、で、昨日、歯医者に行ってきて、肩をこう、バッて、取ったわけなんや。だから、あと2回ぐらいしたら、完成するって言われてるんやけど、なんかもう不安でしかないね。え、みんな、どうや、みんなっていうか、おじいちゃまとかおばあちゃまってどうやって食べてんの？あれ、食べれるん？もう怖くてしゃあないんやけど。多分歯の構造上、結構受け口やから、受け口っぽくこう作られると思うんやけど、なんかフランケンシュタインみたいになる。怖いんやけど。まあ、できてからのお楽しみということで、まあ、包み隠さず、そら、公表しますけど。うまいわ、これ。卵かけなんて食べてみる？めっちゃうまいね。おい。食べてみ？明日これ持っていくで、お店に。タレ、持っていくで。もう持って帰ってこないの？うん。これ今食べなら食べられへんで。絶対嘘。絶対買ってくれるわけないやろ。忘れとったって。じゃあもう一回お借りしていい？あかんわ。これは止まらんで。はい。食べたタレで1位です。今のところ。あかん、止まらなくなった。家のご飯を食べ尽くします。3杯目。いや、うますぎるわ、これ。じゃあ今度はノーマルで。
え、これマジでこれで3号とか食いたいの。いや絶対サラダ以外にも合うでしょこれ。うんうん、バカうまいやん。マヨネーズ買ったろ。あかん、止まらんくなってきたわ。ああ申し入らね。のけどるうまさ。はい。けど今日も何も食べてないからね。ノンシュガーコーヒー2本飲んだだけ。マヨネーズもうまいやろ。めっちゃうまない。もっと食べていいよ。もう止まれへんから。ほんま今日の晩ご飯のハンバーグもちょっと食ったろ。食べたもんだ。家帰ってきた時からええ匂いしとったよ。はい、ごちそうさまでした。いやーめちゃくちゃうまかった。サラダがまさにおかずになるという魔法のドレッシング。カルディっていうところに売ってるみたいなんで、よかったら皆さん、飯がバカ進むこのタレ、買っちゃってください。お土産をくださったお客様、ありがとうございます。ごちそうさまでした。